どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。じゃんじゃん。さあ本日はお知らせ動画になりますが、皆さん見てください。一見気づかないかもしれないんですけど、これ新居なんですよ。新しいお家から初めて今撮影しておるんでございますけれども、まあ基本的にはですね、同じ感じでございますね。はい、無事になんかこういろいろ、通常の状態に入っていけたぞということで、引っ越しが、完了したぞということなんですけども、そんなこと言ってるうちにもうクリスマスですよ、皆さん。クリスマスと言ったらですね、やっぱりクリスマスプレゼント、ちょっと皆さん、お届けするとか、自分へのクリスマスプレゼントとかご褒美、こんな時に、じゃん！Gラボのウクレレはいかがでしょうかという、今日はご案内でございます。はい、今日はね、大まかに言うと2つのお知らせがあります。1個目のお知らせ、まあ、最初に2つ言っちゃおうかな。ガズレレGラボのウクレレの、販売と予約の、再開が明日12月18日日曜日の正午から行われます。ちょっとね、このね、オンラインのね、販売ではね、今回 なかなかの目玉がね、たくさんありますんで、ちょっとこの後詳しくお話ししていきたいと思います。そしてもう一個の大きいお知らせは、全国に展開している島村楽器さんという楽器店さんがあるんですけど、そこと G ラボがですね、今回いろいろウクレレのね、販売とか、イベントなんかを今度、やっていくことになりました。これすごいお知らせですよね、皆さん。はい、そしてですね、この公式なその島村楽器さんと G ラボのコラボイベントとして、第1回目のポップアップショップがですね、年明け1月に、神奈川県のお店で行われるよということで、ちょっとこの後ね、詳しく解説しますんで、皆さんちょっとね、お時間を、いただければというふうに思います。まずはオンライン販売の方からですけど、さっきも言いましたけど、12月18日日曜日の正午からいつものように販売と予約を受け付けますよということでございます。ラインナップはいつもと同じメンバーが揃っております。まずはですね、リーズナブルで皆さん初心者にもお届けしやすいし、プレゼントにも最適な初めてウクレレ、そしてわがままウクレレ、あと薄ウレレ、もうこの辺はね、 G ラブの定番としてですね、ものすごいいい状態になってますよ。はい、そしてはい、このガズモデルとかブラックビューティーモデルだとか、ヴィンテージシリーズ、こちらもね出てますね。はい、そんな感じのですね、ガズレレGラブのいくつものおなじみのメンバーに加え、セミオーダーウクレレも受付なんですけど、このセミオーダーウクレレについて今回新しい発表があります。皆さんこれ嬉しいですよ。まず今回のでっかい発表、その1、セミオーダーウクレレをオーダーして、いろいろ相談しながら、セミオーダーっていうのは作れるんですけど、皆さんのね、お好みのウクレレが、世界で1本のウクレレがね、モジャ君の手によって、モジャ君、はい、これベトナムで作ってますからね、オールハンドメイドで作れるというものでですね、もしご希望があればですね、そのご購入していただいた方のお手元に届く前にですね、日本に入荷した時点でガズがそのウクレレを実際に弾いてレビューした動画をアップロードして、皆さんにも紹介しつつ、ガズレレの動画で、皆さんのオーダーしたウクレレが、広くご紹介されるということをちょっと今回初めてやってみようかなというふうに思っております。というのもですね、ガズが今回引っ越しした場所っていうのは、ベトナムから日本にウクレレがこう到着する名古屋に結構近いところに今住んでまして、それがね、結構こうカジュアルに移動ができるということになったのはまず一点と、まあそれもあってですね、今のこのね、南信州というところに住んだっていうのもあるんですけど、これ今回ね、僕もすごくやりたかったんですよ。なぜかというと、セミオーダーをお客さんがオーダーしてくれますよね。そしたら、やっぱりベトナムから日本に到着して、やっぱ一目散にお客さんのもとに届けたいじゃないですか。なので僕、結局全然どんなウクレレがオーダーされたのかとか、その弾き心地を試すこともなくですね、お客様の手に渡っていってたんで、なんかね、僕もね、なんか紹介もしたいし、自分でもちょっとね、G ラボのセミオーダーウクレレ、どんな風にみんなオーダーしたのかっていうのが興味あったんでね、これすごくいいと思うんですよね。なんで今回から、明日の18日からのセミオーダー申し込んでいって、もちろんね、いろんなやり取りが発生すると思うんですけど、そこの項目の中に、ガズさんのレビューを希望するっていうところでチェックする、コーナー、項目がありますんで、それを入れてくれると、私が本当に実際、まあちょっと先になりますけどね、オーダー品ですんでね、それを試走して、自分の感想を述べ、それをみんなに紹介するという、これが面白いなと思ってやっていこうと思います。それもね、すごくいいと思います。そしてあとはですね、クリスマスのご褒美ということなんで、これ2つちょっと G ラボガズレレがプレゼントなんですけど、まずプレゼントの1個目はですね、G ラボウクレレのオーナー様、はい、すでにウクレレを G ラボウクレレを楽しんでいただいている方に、クーポンを
発行いたしております。発行いたしてじゃない、しようと思います。お歳暮クーポンです。お歳暮、はい。このクーポンはというのはね、つまり新しいウクレレを買ってもらう時の割引が入っているんですけど、最大1万円の、クーポンがついております。このお歳暮クーポンはどうやったら皆さんゲットできるかというと、まあオーナー様限定なんで、こちらでですね、あのオーナー情報をいただいております、ユーザー登録をしていただいている方にメールを送りますので、そこでゲットできるということですね。でもしね、万が一そのメールアドレスが変わったよとか、メール届かなくて、要はあのキャリアメールでブロックされちゃってる場合もあるということもなんで、私ユーザー登録しているのにメールが来ないわという方は、あの G ラボまで連絡いただけるとご対応しますということで、それぜひゲットしていただいて、ぜひあのご活用いただければというふうに思います。そしてもう一個のねクリスマスプレゼントは、あのクリスマスラッピングサービス、通常ですとね、400円のそのラッピング代金を頂戴してたんですけど、まあ数量限定ですけど、無料でですね、あの、ラッピングサービス、しかもこれね、ギフトメール、こちらのねサービスもついておりますんで、その辺もですね、ちょっとご活用いただいて、プレゼントに最適ですからね、はい、ご活用いただければというふうに思います。というような感じで、もう年末ね、もう1年を締めくくる、なんかこうクリスマスもあるし、1年間本当ありがとうということで、盛りだくさんなあの今回の、Gラボの再販売と予約の、コンテンツになっております。それが始まるのは明日ですからね、12月18日の日曜日正午から、はい、概要欄にその G ラボのページ貼っとくんで、ぜひ、チェックしてみてください。そしてもう一個のね大きいお知らせの二つ目、島村楽器さん、G ラボがいろいろ今度ね、タッグを組んでウクレレ、 G ラボのウクレレ広げていくぞということの第一弾なんですけれども、島村楽器ララポート湘南平塚店さんで、年明けの1月7、8、9の3連休に G ラボのまあコーナーができますというか、ポップアップ、ショップができますということのご案内でございます。こちらの方の内容はですね、もうちょっとしてからですね、皆さんに詳しくご案内をしようと思っておりますので、まず今回のお知らせとしては、ちょっとこう日程のあの確認だけ皆さんにシェアできればなというふうに思っております。もう一回言います。2023年の1月7、8、9、これ3連休になっておりますからね、このうちの3日間、島村楽器さん、ララポート湘南平塚店で行われます。はい、今日はなかなかビッグなお知らせだぞということで、しかも見てください、この新居からお届けっていうのもまたいいでしょ、ここからまた日々発信していくぞということで、皆さん、よろしくお願いします。そしてですね、さっきからクリスマスクリスマスって言ってるんですけど、今ご覧いただいてるカズレレ YouTube のライブ配信イベント、クリスマスイブにですね、無料、誰でもいつでも参加できるライブ配信やろうと思ってます。10月24日の16時からみんな集まってください。ガゼレレ YouTube の前にね、はい、クリスマスソングをワイワイやって、みんなで乾杯してパーティーをやりましょう。で16時なんで、その後ね皆さんご家族で、乾杯したり遊び行ったりでデートしたりできると思うんでね、その時間帯でちょっとやろうと思います。クリスマスソングね、いろいろ、概要欄にねリスト、ソングリスト貼っとくんで皆さん見といてくださいねと、はい、そういうわけで今日山盛りのお知らせでございました。そしてこの新居でちゃんとこう初めてのね収録がね、このクリスマスお歳暮クリスマスのGラボウクレレのお知らせができたっていうのはすごく良かったなというふうに思います。そしていつものことなんですけど、このガズレレのウクレレっていうのはね、このいろいろ仕様が選べるようになってます。フレットの長さだとか、このピックアップがついているだとか、そんなようなことをですね、以前詳しく解説している動画、この後貼っときますんで、もしどんな感じで選べるのかな、なんか何が何だか分かんないなという方は、その動画見てもらうと、すごくいろんなウクレレの紹介もしてますんで役に立つと思いますんで、この後ご覧になってください。それでは皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。ありがとうございます。さよなら、バイバイ。一体のラインナップご紹介していきましょう。まずはですね、こちらガズの初めてウクレレ初心者様にも本当に最もおすすめの、初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよっていうね、プレゼントにも最適という、これリーズナブルでとってもいいウクレレ、これが、これは販売再開です。これ注文いただいたら2、3日分中にはこう発送されるというものなんですけど、あとね、これから言うね、このガズのわがままウクレレシリーズとか薄レレっていうのはちょっと事前予約注文販売になっちゃうんですね。いつもお知らせした通り、ちょっとね、これいろいろあるんですよ。まずはガズの、わがままウクレレからいきましょう。わがままウクレレ、はい、これわがままウクレレって通常のボディの厚さで、このウクレレはコンサートサイズですけど、これソプラノサイズとコンサートサイズと、あと
テナーサイズが仲間入りしております。テナーサイズのウクレレ、前回からね、仲間入りしてるんですけど、このガズのわがままウクレレの特徴は、まず、ピックアップがついてるかついてないかを選べますということと、あとはね、フレットの数が選べるんですよ。7フレットモデルとか12フレットモデル。コンサートだったら16フレットだったっけ ?15 フレット。ちょっとホームページ確認してください。とにかくいろんなものを選べる。で、選べるのはいいんだけど、ちょっと私どうやって選んでいいかわかんないよという方もいらっしゃるんで、その方のために私がここにリンク貼っておきます。ここでですね、どんなことが選べるか私が解説してますんで、ガズのわがままウクレレのことと、あとそうだ、これも今一緒に言えばよかったな。はい、これ、同じウクレレに見えますけど、ボディの厚さが薄いでしょ。これ、薄レレという G ラボのね、もう本当に力を入れてるやつで、ボディの厚さが薄いから、案外慣れが悪いように思うんですけど、そんなことなくても、めちゃくちゃでっかい音がする、すごくいいウクレレなんですね。これ、ガズのわがままウクレレと薄レレは、ほぼ、オーダーの仕方一緒なんですよ。ピックアップがあるとかないとか、フレットの、この数が、ほら、ここ見ても全然違うでしょ。ほら、こっちのテナーサイズですけどね、こんなのある。大きさが、ソプラノコンサート、テナーから選べて、フレットのサイズがピックアップありです。これ、薄レレも、わがままウクレレも両方選べます。はい。それ、さっきのところで選び方見てください。あと、それとですね、最近ガズレレが使っている、あ、ここにこれちっちゃいソプラノサイズの薄レレがあります。これも一応写しておきましょう。だから大きさがさ、これ全然違うんだよね。今ちょうど、テナーとコンサートとソプラノがあるんで、こう3兄弟みたいになって、こんなに大きさ違うんですよ。面白いですね。ということでございます。はい。そして、いつも最近ガズが使っている、もうめちゃくちゃいいウクレレ。これ、ガズモデルも予約注文再開です。これはもう見てくださいよ。この木目。ものすごいことになってます。いつもこれね、ガズレレの YouTube 最近これで撮ってるんで、もうお馴染みだと思うんですけど、これはもうね、超一級品ですよ。こちらの方もホームページに明日出ますんでね、じっくりご覧になってちょっとご検討ください。そしてこのね、ガズモデルも選べるんだ、これボディの厚さとか。ハードケース付きでございます。このケースがすごくいいんですよ。はい。ケースを開けますね。何が出てくるでしょうか。タラ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 。うわー、すごいんですよ。いきまーす。はい、ドン。こちらのモデルが今回新しく発売になった、Gラボガズレレのですね、はい、オールブラックモデルというふうに命名しようと思ったんですけど、名前はね、付けました。ブラックビューティーということになっております。見てください。もうカメラが映ってるんですよ、ほら。もうこれね、まあ、つまり、漆黒のね、美しい真っ黒毛なんですよ。で、このトップだけバインディングといって、この縁取りが入っています。こんな風に。はい。ピックアップは、つけるつけない。お選びいただけます。で、ブリッジはいつもの形。ここ見て。これロゼッタって言うんですけど、ここがですね、アバロン貝というすごいゴージャスな貝が使用されており、ヘッドもちっちゃめのヘッドで、ヘッドにもこのバインディングというこういう縁取りが入っていますね。ここの G のマークもアバロン貝というので、あしらっておってですね、このペグはいつも言ってるように、ガズレレ G ラボのウクレレではもうスタンダードなストレートペグなんですけど、これギアが入ってるからね、すごいチューニングしやすいです。はい。このネックにもこの白いバインディングが入っていて、まさにブラックビューティー。ちょっと弾いてみましょうか。いきますよ。皆さん気になるお値段なんですけど、はい、こちらのソプラノモデルはですね、ピックアップ付きで9万8000円ということになっています。ピックアップなしだとマイナス3000円。こっちのコンサートサイズはピックアップ付きで11万2800円ということなので、ピックアップがないモデルご希望だったら11万円ぐらいでね、かなりリーズナブルな、値段設定になっていると思います。はい、これ見て、すごいですよ、この木目といいですね。はい。ガズレと G ラボのチームで今回新しくリリースするウクレレのシリーズです。で、ちょっとこのヘッド部分、ここにですね、今度新たなロゴマークが入ります。ちょっと今までの G とは違う新たなラインです、これ。ちょっと、紹介させていただきます。これはですね、G ラボとガズレレが今回新しく出るシリーズのヴィンテージシリーズという新しいラインナップになります。はい、これ。ヴィンテージシリーズということで第1本目。このシリーズが発売になります。これはもちろん予約受付になるんですけど、これ今映ってるのはね、コンサートサイズなんですけど、これはサイズ選べます。コンサート、ソプラノ2つの種類で、フレットの数もこれはね、結構見て、12、13、14、15、16フレットなんですけど、12フレットか16フレットか選べるとか、ソプラノだと12フレットか15フレットとか選べるというふうに、このポジションマークを見てください。すごいでしょ?
凝ってます、すごく。はい。で、ここのポジションマークも赤いドットだったり、はい。こだわりがすごいんですよ。この、まず一番見てもらいたいのは、このトップの、木なんですけど、これはですね、もう選び抜かれたベトナムでもね、もう本当に、最高の木材を使用しております。はい。で、この横のバインディングもこれ木材になってますね。で、これ見てください。このサウンドホールに丸く巻いてある、これロゼッタというものなんですけど、今回、ここもですね、貝でございます。すごいゴージャスな貝で、やっぱりこの塗装の感じとこの、この貝の感じとかね、すごくこうゴージャスなムード。あとこのポジションマークもね、同じ、貝が使われておったりとかですね。まあ、この辺がですね、やっぱヴィンテージ感とかとろける、サウンドにふさわしいなんか感じかなというふうに思います。ブリッジはあえてね、ヴィンテージシリーズということで、こうシンプルな四角い形のものを取り入れて採用しております。はい。この辺の仕上がりもすごくね、手が込んでいるんで、ほんとですね、見ていただきたいなというふうに思う一本なんですけど、あと弾いてみましょうか。この音ですよ。セミオダウクレレっていうのは僕一本も持ってなくて皆さんのお手元に届くやつ。皆さんのそれぞれがいいなと思うのを選んでいただいて、その人だけの一本をこう組み込んでいくセミオーダーですね。それも明日予約注文です。カラーバリエーションも見てください。こんな感じでいろんなカラーがありますよ。こういうのも選んでいただいたり、それこそ、ポジションマップの形もいろいろ選べるようになってます。その辺のこともね、ちょっとここに動画貼っときましょう。リンク貼っときます。この辺でセミオーダーのこともちょっと見てもらうとね、もじゃくん一生懸命こう解説してるんで見ていただければと思います。